こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は頭のいい人が話す前に考えていることについて解説していきます。上司にちゃんと考えたと言われたり、部下の話を聞いてちゃんと考えたのと思ったことがあると思います。ではちゃんと考えるのちゃんととは具体的にどういうことか、教わった人はほとんどいないです。ちゃんと考えてと言われたことがある人は自分なりに一生懸命考えています。一説によると人間は1日に1万回ほど思考しています。人はみんな考えています。しかしちゃんと考えている人と考えていない人の差が生まれるのには理由があります。両者の差は考えている時間の量ではないです。大事なのは思考の質です。新入社員であれば思考の量で評価されるかもしれませんが、年齢を重ねるほど一生懸命考えただけでは通用しなくなります。今後は量で評価される思考は AI に代替されてしまいます。つまり誰もが量ではなく質で勝負しなければならない時が来ます。量がいずれ質に変わるとよく言われますが、残念ながら思考は勝手には質に転化しないです。なんとなく考えただけではいつまでたってもちゃんと考えたことにならないです。なんとなく考えたことをあるタイミングで良質な思考に変化させる必要があります。そのタイミングが人に話す前です。頭のいい人が話す前に何を考えているのかを知ることで誰でも思考の質を高めることができます。ちゃんと考えたと言われたことがある人は考えていないのではないです。思考の質を高めるコツを知らないだけです。今回は頭のいい人がやっている思考の質を高めるコツを8個紹介します。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、感情的にならない。怒りや恐怖など強い感情にとらわれると愚かな行動に走りやすいと言われます。上司から怒られた時や同僚から無能だとみなされた時、大勢の前で恥をかかされた時、良い判断ができる人はほとんどいないです。頭のいい人は感情的になることでどれだけ大きな損失を被るかを知っています。もちろん頭のいい人も感情的になることはあります。しかし頭のいい人は感情的になった時すぐに反応するのではなく、感情をコントロールして冷静になって考える方がメリットがあることを知っていて、その術を身につけています。感情的にならない方法はすぐに口を開かないことです。すぐに口を開いてしまうと直感的な感情が先行した発言をしてしまいます。すぐに口を開かないことで考える余地が生まれます。この時ここで起こったらどうなるか、もっと最適な方法はないかなど冷静に考えてみてください。冷静になって思考力を回復するには6秒必要と言われています。考えることによって冷静になる時間を稼ぐためです。頭のいい人ほど感情的な自分に自覚的になって冷静です。口は災いのもとであり、話す前には十分注意すべきです。場合によっては取り返しのつかない発言になることがあるからです。何か言いたいときほど逆に口を閉じることが大事です。2個目、他者がどう思うかを意識する。頭の良さには明確な基準がないです。学生時代には偏差値のように分かりやすい指標がありました。しかし社会に出るとこの指標はなくなります。偏差値がいくら高くても頭がいい人とは見なされなくなるし、頭の良さを測るテストもないです。求められるのは仕事を前に進めて成果を出す能力です。頭の良さに明確な基準が存在しない社会で、頭のいい人とはどんな人なのか、それは周りから頭が良いと認識されている人です。その人のことを頭がいいと認識している人が多ければ多いほど、その人は実際に頭がいい人です。社会では頭の良さは他人が決めることになります。どれだけ優れたアイデアを思いついても他者に伝わらなければそのアイデアは存在しなかったことになります。頭の良さは他人が決めるという前提に立って他者がどのように思うかを意識することこそ知的で慕われる人が持つマインドの根本であり、思考の質を高めるために最も大切なことです。自分の企画が通らない、言いたいことが伝わらない、周りが認めてくれないと思っている人ほどこの視点が抜けています。
とことん相手の立場に立って考える癖をつけて、周りから頭のいい人になればとても楽です。人は頭のいい人の話を聞こうとします。頭のいい人が勧めてくれるものが欲しくなります。頭のいい人と認められれば自分のやりたいことも通りやすくなります。一生懸命プレゼンしても企画が通らない人と、簡単に説明するだけでやりたいことができてしまう人の差は、周りから頭がいいと思われているかどうかです。その信頼感があるかどうかが非常に大きいです。3個目、論破しない。近年論破という言葉が多用されるようになりました。しかし論破しようとする人は決して頭がいいとは言えないです。仮に論破できたとしても信頼されるどころか恨まれかねないし、論理的に説明できたからといって人が動くわけではないです。頭のいい人は決して論破しようとしないです。議論はしても勝ち負けにこだわらず、議論を前に進めて仕事を進捗させることを意識します。これはクレーム対応が上手い人にも言えます。クレーム対応で仕事ができるかどうかよくわかると言われます。例えば届いたカバンに傷がついていたから今すぐ交換してほしいと電話がかかってきたとします。しかし在庫を調べてもすぐに用意できるものがなく、取り寄せるのに数日かかってしまいます。その旨をお客さんに伝えたところ、今すぐ持ってきてほしいと言われたらどのように対応しますか。クレーム対応が苦手な人はできないことはできないと相手を論理的に説得しようとします。すると相手と対立するようになり話がこじれてしまいます。しかし頭のいい人は怒っている本当の原因は何かを考えます。カバンを新しくしていい気分で旅行に行きたかった、配達員の態度に腹が立ったなど、議論の奥にある本質的な課題を見極めようとします。相手の言っていることからその奥に潜んでいる思いを想像しながら話すことで、人と戦うことなく課題と戦うことができます。4個目、簡単にアドバイスをしない。人間は自分の話をしたい生き物です。知識があれば披露したくなります。しかし知識は披露するものではなく、誰かのために使って初めて知性となります。あなたが持っている知識が必ずしも相手のためになるとは限らないです。もし知識を披露すれば相手はいい話が聞けたとなるかもしれませんが、具体的な行動に結びつくことはないです。こうやればいいと答えを提示したところで相手の負に落ちなければ心は動かないです。人間は自分の話ばかりしてベラベラ知識を披露している人に知性を感じることはないです。大切なのは何かを話したくなった時にそれは相手のためになるかの視点で考えることです。もちろんその知識が相手のためになるかどうかは話してみないとわからないです。そしてアドバイスに関しては、アドバイスする人は皆相手のためになると思って言ってしまいます。ただ話す前に本当に相手のためになるのかと立ち止まることで、知識を披露したいだけ、ただ言いたいだけの自分に気づくことができます。頭のいい人は自分を客観的に捉える能力に長けています。話す前に相手の立場に立つことで自分を客観視できます。頭のいい人が話す前に考えていることは、自分の知識を披露することではなく、これから話すことは本当に相手のためになるのか考えることです。この視点を持つようにしてください。5個目、少ない情報を信じない。少量の根拠が薄い情報に依存しているように見えると、残念ながらその人の話は浅く聞こえてしまいます。メディアの情報や著名人や政治家を引き合いに出して話す人も同様です。テレビで見た東大卒の友人が勧めていた、フォロワー100万人の人が言っていたなど、著名人である肩書きが立派であるという理由だけでその情報が正しいと信じていると、浅い話をする人と思われてしまいます。問題はなぜこのように述べているのかの理由を知らないのに引き合いに出すことです。理由を知らないのに話している状態では、その人の口を借りて物を言っているだけで自分の意見がないように見えてしまいます。ビジネスシーンでは特に本人の実績が伴わないにもかかわらず、浅い話をするとこの人の話は聞く価値がないと思われてしまいます。話が浅くなる理由は認知バイアスと大きく関係します。
認知バイアスとは偏見や先入観や一方的な思い込みや誤解などを指します。偏見や先入観が強いと頭のいい人には話が浅く聞こえてしまいます。頭のいい人は物事をできるだけ正確に客観的に捉えようとします。極力バイアスに意識的であろうとします。認知バイアスは誰でも持っているものです。だからこそバイアスに意識的になるだけでちゃんと考えている人になることができます。注意してほしい認知バイアスは2つです。1つ目が確証バイアスです。確証バイアスとは自分の都合のいい情報ばかりを集めて自分にとって都合の悪い情報は無視する傾向のことです。人間は見たい世界しか見ないです。人間は自分の直感を正しいと思いたい生き物です。その方が楽だからです。そのため直感が正しいとする情報を脳が勝手に集めて逆に直感に合わない情報はスルーするようになっています。確証バイアスに意識的になるにはあえて自分に都合の悪い情報を集めることで思考を掘り下げることが必要です。その結果話を深くすることができます。2つ目が後知恵バイアスです。後知恵バイアスとはあたかも結果を知る前から予測していたように考えてしまう心理状況です。出世した人に対して彼は絶対に出世すると思っていたという人やあの芸能人は離婚すると思っていたという人にはこのバイアスがかかっています。本当に結果を予測していたなら結果が出る前に言うようにすればいいです。出世する前に君は絶対に出世すると言えばあなたが励ましてくれたからと後で話すはずです。確証バイアスも後知恵バイアスも本人はあたかも考えているような気になっていますが賢いふりの典型です。このような発言をしないように話す前に立ち止まることが大切です。6個目、なるべく横文字を使わない。頭のいい人はこの言葉を使ったら相手がどのような意味に捉えるかまで想像して言葉を選びます。定義が曖昧な言葉を使わないようにしたり言葉の定義をはっきりさせることから始めます。特に気をつけなければならないのが外来語です。いわゆる横文字です。横文字を安易に意味をちゃんと理解せずに使うと考えていないように見えてしまいます。アジェンダ、イニシアチブ、コンセンサスなどビジネスの会議には多くの横文字が使われることが多いです。しかし伝えた本人と聞き手が意味を理解していないと伝えたいことが曖昧になってしまいます。言葉の意味を話す本人が理解せずに話していると賢いふりをしているバカに見えてしまいます。横文字ばかりを多用している人をあまり頭がいいとは思えないはずです。7個目、相手の言いたいことを考えながら聞く。人の話を聞いているときに反論で頭がいっぱいになってしまうなど次に自分が話すことで頭がいっぱいになっている人がいます。これでは人の話をちゃんと聞くことはできないです。このような人は人の話を否定して自分が勝った気になるために人の話を聞いています。あるいはうまいことを言おう、悩みを解決してやろうと思いながら聞いている人もいます。こういう人も教えてやろうという気持ちが先行して相手の話をちゃんと聞いていないです。これらの態度は相手のことを考えているようで自分のことを考えながら聞いているため相手からは自己中心的に見えます。それに対してちゃんと話を聞ける人は余計な口を挟まずに言いたいことは何だろうかと考えながらまずは相手の話を正確に理解しようとします。話す側の立場に立ったら相手が理解しようと聞いてくれると自分の話を正確に受け取ってくれた感覚になります。その上で相手から何かを学ぶ意識を持って聞くとさらに信頼されます。知的で慕われている人たちは人の話をよく聞きます。頭のいい人たちは話し手への敬意がベースにあります。敬意があるため相手も非常に話しやすく感じます。相手の話を正確に最後まで聞き終えたら相手は何を言ってほしいのかと考えるのが知的で慕われる人です。褒めてほしいのか共感してほしいのか解決策を求めているのか提案が欲しいのかと考えます。相手の話を正確に聞けているのであれば相手がどのような会話を期待しているのか分かるはずです。8個目、コミュニケーションコストを意識する。頭のいい人は電話を嫌がる人が多いです。
とりあえず電話しようという考えの人が一定数います。メールするのが面倒だから電話した方が早いと思うからです。しかし電話を受けた側は自分の手を止めてまず話を聞かなければいけないです。時にはメモする必要があるかもしれないし、質問する必要もあるかもしれないです。これには大変な労力が必要です。とりあえず電話した方が早いと感じるのは相手が言語化するというコストを負担してくれているからです。メールの場合はあなたが一度話をまとめて言語化する必要があります。書くことであなたが言おうとしていることを整理する作業を自然と行っています。つまりメールを書く行為にはメールを送る側が言葉を選ぶ、整理する、相手の反応を想像する、書き直すなどのコミュニケーションコストを負担していることになります。忘れてはいけないのはコミュニケーションコストをどちらが支払っているかを常に意識することです。とりあえず電話を嫌うのは言語化するというコミュニケーションにおける大きなコストを、目の前の作業を中断して相手のために支払わないといけないからです。もちろん緊急の案件など電話する方が後になって問題にならずに済むことはたくさんあります。年配の人の中にはメールを嫌う人もいるため、どんな場合でもメールが必ずしも最適なわけではないです。言語化のコストを相手に支払ってしまっている限り、頭のいい人として認識されることはないです。上司に相談を持ちかける場合でも、何も考えずにどうしたらいいですかと聞くだけでは、上司に考えてもらっているだけで自分が考えなくていい状況を作ることになります。ある程度自分で整理するところまでやってから相談に行くだけでも相手の負担はかなり減ります。サービス精神がある仕事ができると思ってもらえます。解説は以上です。話す前に少し注意力を働かせるだけで思考の質を高めることができます。ちゃんと考えて話すこともやり方さえ教われば誰でも使えて一生役に立ちます。しかしそのためには少し立ち止まって考える必要があります。今回紹介した思考を高めるコツを実践すると、誰でも思考の質を高めることができて、知性と信頼を同時に獲得できます。考えていない人間はいないです。誰でも考える力があります。必要なのは話す前に立ち止まる勇気です。またどれだけ知識を持っていても自分の言葉で話せないと人の心を動かすことはできないです。話す前の考え方を変えれば自然とその人に合った話し方で自分の言葉で話すことができます。コミュニケーションに苦手意識がある人こそ話し方を変えるのではなく、話す前の行動と向き合うことに意識を向けてみてください。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。